いどうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。このコースはリスナーさんが送ってきてくれたんですよね。このトロールコースクリア率ちょっと低すぎちょっと低すぎだよね。4000人近くして、だって7人しかクリアしてないもんで、クリア率 0.17% ですよ。ちょっとでも遊んでいきますね。今まで以上に本気で作りましたって書いてるんで、ちょっと僕も本気になっていきますか。実況者への挑戦状、それじゃあやっていこうか。びっくりした待って、もたもたしてたら何このあれが来るね。あれちょっと名前わかんないけど、じゃあこれこのまま言っておく。プサソっぽくない？なんか Z って書いてるから、ちょっと Z でいきますおい、なるほどね。ここじゃああれだね、鉄球をこんな感じでいけみたいな感じで、オッケーオッケー。でこれはどうする、どうしようか。このここ叩くしかないもんね。上のボム辺とこ、ボム辺とこ叩こうか。はい、よし、ピンポンでしょ。そして多分パンブロックが落ちてくる。あ、危ねえ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 、あれ、え、ドア入れんやん。ちょっと一旦これ叩いておいて、一回左に逃げてみようか。左に逃げたらどうなるんだろうね。なんかボロロロって落とした。あー、なるほど、ここにチタが来るのか。オッケーオッケーいや、わかんないってマジで。ちょっとこれは難しいって。じゃあこのまんま、うわこのコースね、チェックポイント一つだけって書いてたんですよ。結構難しいんじゃないかな。ちょっと待って、速攻逃げるわ、速攻逃げて、これ叩いてみる。ちょっと気になるから叩いてみようか。ほい、やっぱこうなるよね。よし、それじゃあ次のドア入っていきますね。どんな感じだ次は。これは右に行っていいのかどうなんだ。上叩く、うわもたもたしてたらダメだ。この制作者さんはね、もたもたしてたらダメだね。速攻右に行くわ。そして今度オンオフしよっか、こっち。よし、オッケーオッケーオッケー。いや、これワンチャンまだ大丈夫でしょう。なんか右鍵があるね。なんだろう、入ってみる、入ってみて、うわダメだ。うわ、この赤ブロックをちょっと消していくわ。消して上に入ってみるね。そしたらいけるんじゃない。うわ、いけるな。え、危ねえ危ねえおー、よく避けれました私。で、この上どうすればいい。これ一回これオンオフしてみる。あ、なんもなんないの。ちょっと待ってね、一回じゃあこれこの状態で行ってみます。で、こっから走っていくわ。走っていくっていうか、このドッスン避けながら行ってみようか。ほい、多分これで、あれあれ、え、なにこの人これ多分走っていかないけんっぽいよね。ほい、いや間に合え、よし来た、よしよしよし。で、これは鍵でしょ。嘘、うわビビった、鍵じゃないんだ。あれ、オッケーオッケー、じゃあ開いてくれる。うわこれは鍵を手に入れた後、一回このハテナブロックの上に乗ってみるね。ハテナブロックの上に乗って大砲が来るの避けます。無理じゃん。これ僕ね、ちょっと気づいたことがあるんですよ。ボム兵が出て爆発したら、一番右のドッスンがいなくなるんですよ。そしたら左に走ってって、このドアに入ればいいと思うんですけど、このドアって入るとき、ブロックを消してたと思うんですよ、ドアのすぐ下のね。っていうことはね、一回これ変えておかなきゃいけないと思うんですよね。そして右に行くみたいな。で、こっから走ってって、で今の説明全部時間の無駄この子を右に爆発してからの走る左に、オッケー、これでいいでしょもう一回これでリベンジしよう。ここでね、ここで一回リベンジします。ゆっくり落ち着いてね、左のドア入ります。僕、ほっ、あれ、あ、右に大砲来ないんだ。あ、右に行かなきゃ大砲来ないんだね。じゃあゆっくりでいいや、ゆっくりで。で、ここオンオフ変えてるからいけると思うんですよ。そしてここでこれ、このドアね、やばい、なんか早く行かない、やられるやられそうで、これは、うわ、どうしようどうしよう。これ右上でいいのか、下でいい、どっち行く。下行くね、なんか上多分入れなさそう、そんな気がする。なので下行きます。これ今度上行きますね、僕。よし、オッケー、どうマジかもうシャガジャンで行くしかないのかな、右上に。ちょっと行ってみるね。よし来たよしよしよし。で、次はこれはなんだろう、なんかテトリスっぽいのがあるね。上って、嘘出すぎでしょ多分右だね、速攻右に行こう。右に行って、このドア、オッケーオッケーオッケー、これでいいでしょ。中間ポイントある、中間ポイントあんじゃん、中間欲しいマジかよ。これさ、さっき中間ポイントっていうかオンオフを変えておかなきゃいけないの。マジでそんなことする、そんなことしちゃう。
いや、まあいいや、もうしょうがねえ。そんなん言ってもしょうがねえ。行くしかないんだ。あれ俺、なんで今やられたんだろう。ここで、多分オンオフを一回変えとかな、さっきの中間ポイント取れないと思うんですよね。一回ここでね、まあ変えておいて、ちょっと先に進んでみよっか。ちょっと噛みましたけど。で、このまま右、オッケーオッケー、これで中間ポイント、中間ポイント、やった中間ポイント、オッケー。あ、ビビったビビった、めっちゃビビった。で、ここさっき叩いたらなんかやられたから、何もしないでいきます。これで多分いいと思うんで。まあまあ中間ポイント取ってるからね、もう気分はもうだいぶいいですよ。もう気持ちはだいぶ楽になりましたね。じゃあこのまま一回右に行こうか。ここここここ、オッケー、多分これでいいと思うんだよね。で、バネ、バネ持っていけんの、これ。バネ持っていった方が多分いいと思うんですよ。で、これ上に投げる、バネ上に投げてみる。はい、多分これでいい。危ねえ、バネに助けられた、危な。多分あっちジャンプしていったらマリオがやられたみたいな感じでしょ。多分こっちでいいんだよ。多分これでいい。あのバネが身代わりになってくれたみたいな。うわー、これさ、下に降りて速攻回転ジャンプでいけみたいな感じかな。こんな感じで、無理じゃね。それかね、この1回羽リフトを落としておいて、そしたら多分早く行けるでしょう。多分このままこういって右、オッケーオッケーオッケー。このバネいるのかな、どうなんだろう。ここにパウがあるんですけど、このパウは無視していいか、無視して上に行こっか。なんかめっちゃ怖いもんね、あのパウブロックで。このまま上に行く、バネどうなの、バネいるのこれ、パウいる、パウいるけこれ。あ、いらないいらない、やったやった、え、正解じゃないこれ。めっちゃ嬉しいんだけど。ここは右、オッケー、なんでだ。それじゃあここはとどまっておい、とどまっておいていい、よし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 。で、次どうしようか。うわ、これ怖え、どうしようどうしよう。とりあえず降りるしかないもんね。降りよ降りよ、普通に降りますね。そしてこのまま右でいいのか、どうなんだ。このあのこの字のやつめっちゃ気になるんだよな。あっちにね、このメット投げれみたいな感じと思うんですよね。多分そんな感じ。ここなんか絶対出てくるでしょ、絶対出てくる。あっ、一回右って左、何も出てこないのか。なんか出てこいよ。なんか出てこいよ。じゃあこれ一回、うわこっち叩けってこと。左叩けってこと。ちょっと待って、このバネでどうかなんないかな。で、バネ、バネ仕事して。絶対こういうためのものじゃない、絶対これじゃない。いや、右に投げてみようか。右でこれ叩けないかな。おい、バネ。違うだろ、お前のやつはそうじゃないんだ。いや、個人的にさ、このバネ最後多分なんか必要になってくるんじゃないかなって思うんですよ。いや、予想ですけど。じゃあこれ左叩いこうか、左叩いて、で、この子落としてきて、で、このまま右に蹴る、オッケー、これでいけ。びっくりした。こびっくりした、めっちゃビビった。これ言っていいでしょ。めっちゃびっくりした、左に追ってよかったね。で、これは、あら、あ、いや大丈夫、これもう一回戻れる、うそ。それじゃあここでね、 P の音が鳴り止んだんで先に行けると思うんですよ。そしてこれは右に隠れればいいみたいな感じ。まあここしか。マジかよ、罠が単純なんだけど、やっぱ引っかかるね。やっぱね、罠って単純な方がね、やっぱ引っかかりやすいと思うんですよ。で、これ一回 P 押してすぐ右、オッケーオッケー、これでいい。うーわ、なんか来た、うわ、え、めっちゃ怖いんだけど、どうすればいいのこれ。チョロプーは、あれ、チョロプーはさっきなんかさ、右でやられた場所があったじゃん。なんかノコノコの中身みたいな感じの子が降ってきたと思うんですよ。その子がいたところに隠れればいいみたいな、多分それでいけるんじゃないかな。右に本気で走っていきますね。ほっ、よしよしよし、なるほど、こういうことね。右で走っていけばよかったのか。これは上と下どっちだ。下から行こうかな。あそこファイヤーって書いてるね。ファイヤーボールが出てくるのかな。これ上行ったらなんか罠だと思うんですよね。ということで下からこう叩いていきます。はい、よし、オッケーじゃない。あ、どうすればいい。まあとりあえずこの爆弾を爆破させておいて、まあ右に行ってみようか。あ、なんかあるなんかあるなんかある、これ取れる、うわ危ねえ。あ、これで取れるみたいな、取れる、取れないか、ちょっと待ってね。ほいほい、よし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 。やった、鍵ゲットしましたよ。
これ上に行って上の音符から取るのかな。ちょっと上行ってみよっか。でここを叩けば取れるのかな。やっぱ下に行くよね。あ、なんか左上出てきた。あ、ラッキーラッキーこっちで合ってんだ。そしてここで着火するみたいな感じで右のドア行けるんでしょう。オッケーオッケー、よしよしよし。あ、これはチビになっていかなんかな。どうなんだろう。一回このまましゃがんで行ってみる。あ、ダメか、やっぱり。あ、ダメダメ、チビにならないけんっぽいね。よし、オッケー。じゃあそれじゃあドアに入っていきます。そしてなあバネさんよ、お前の友達がよ、こんなところに閉じ込めてくれたんだよ。どうすんだ。オラ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 。それじゃあこのドア入ったらすぐ右行く、すぐ右行きます。ほい、オッケーオッケーオッケー。でこれでビヨーンでしょ。オッケー、次は回転ジャンプか。いいね、回転ジャンプして、ほい、待って待って、バネ持って回転ジャンプしたい。あは、待って待って、バネ待って、自滅してちょっと、嘘でしょ、嘘でしょ待って、これやられられないじゃん、嘘。ここね、一回ね、このバネに当たって、まあスピンジャンプしながらバネに当たってね、このスピンを一回崩さないといけないって思うんですよね。あ、バネ持っちゃった、やば、バネ持ってしまった。あ、いや、いいのか、このまま。お、なんか降ってきたね。このまま右に行く。はい、よし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 、いけました、いけたいけた。このまままだバネ持ってってるけど、いいのかな。あ、待って、この人のさ、性格上っていうか、まあ癖上、罠の方が罠っぽくないんですよ。っていうことは多分下でいいと思う。多分こっちが正解。なんだお前、下はもう無理だって分かったから、これ上行ってみる。うわ、これどっち、は、これ多分速攻で行くパターンでしょ。これ速攻行かないけんパターンね。すぐ左、こうすぐ左、右か多分右っぽい。なんでいつもこう外すんだろうね。っていうかこれ右で合ってる、本当に右で合ってる。もう一回行くけどさ、もう一回行くけど右で合ってるから、右入れんのかな。オッケーオッケー、よし、これで、うーわ、まだなんかある。もうゴールあっていいよ、もうそろそろゴールあっていいよ。これは速攻でドッスンが降りてきてたらジャンプします、僕。ほい、よし、で右、オッケー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 、あぶねーあぶねー。でこれは下でいいよね。うわ、なんか左下あるぞ。これ左下めっちゃ怪しくね。ね、こっち相当怪しいと思うんですよね。だからこっち行きますか。次こそ行ける。この土管の先はなんだ、もうゴールでいいよ。うわ、これ速攻なんか危ないけど右行きます。ほい、ゴールではないね、ではないね。なんだなんだこれは。右なんか出る。うわ、どっち行こう。これ下行っても絶対何もできないから、このまま右行きますね。何があるんだろう。うわ、どう、マジかよ。え、嘘、さっきの下行けばよかったのか。ここはもう下に降りるしかないもんね。もう一回右ダメだったから、一回下に降ります。私下に降ります。下に降りたら何がある。絶対何もないやん、これ。あ、なんか出てきた。あれ、あれ、おはははこうやっていくんだ。ありがとうございます、ゴールできました。オッケーいやー、めっちゃ長かったな。非常に素晴らしいコース、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。